さあ、マリオカートやっていきましょう。今週もグランプリをやっていきます。さあ、今回も 150cc ですね。前回は、レインボーロードがあるコースをやったんだよね。シャシャは毎回ランダムで選んでおります。こちらでいきます。レインボーロードをやったから、次はこちらですね。コーラカップをやります。最近はかろうじて、3位、4位だったりとなってますね。なかなか1位を取るっていうのが難しいですが、まあ、最下位になければ、問題はありません。じゃあやっていきましょう。まあ、ルールは簡単に説明いたしますが、最終順位が最下位になったら、シリーズが終了となってしまいます。中間順位が最下位でも最終順位が最下位でなければ問題はありません。ということで、スタートです。最初は後ろでね、スタートした方が、いいアイテムをもらえるからね。スタートダッシュはあんまりしない方向で行ってます。よし。このコースは、まっすぐのところ行けば、やっと敵有利になれるけど、カーブが続く。よし、ここで行こう。ここでも使う。よし。成績いいんじゃない？今回も雑談しながら、おお、またこれか。またやっていきましょう。おお、へえへえへえ。オッケー。1位はクッパか。ツイッターの方で報告したんですけども、あ、なんだろうあれ。はいツイッターの方で報告したんですけれども、全然話が進まないね。私が先日、ポケモンの話かな？ポケモンの方のパッケージの方を買ったんですよ。X とは違うやつを買ったんですね。X のデータをどうするかって話になってて終わったんですけども。まあ、あの後、買おうみたいになって、その XY の次にやるやつをもう早速買っちゃおうと思って買ったんですけども、それがなんと改造品だったんですよね。ゲームを開いた瞬間にエラーが発生するってやつで、電源を落とすしかね、回避方法がないの。わあ、自分か。今1位なんだね。そう。で、電子解説書もね、開いた瞬間にそのエラーが発生するっていう悪質なやつでね、なんでそんなもん売ってんのって感じ。お値段はね、1900円だったの。1900円で買ったにもかかわらず、タイトルを起動することもできない悪質なものだったんですよね。いや、ひどいわ。で、それで先ほど、ちょっと買ったお店に行って、返品できるかを頼んだところ、ちゃんと返品できました。やったね。これでできませんとか言われたらたまったもんじゃないけど。優しかった。丁寧だったよ。嬉しかった。中古で買うっていうリスクもありますが、やっぱりね、しょうがないのかな。ネット通販とか見てたら新品5000円とか書いててさ、はぁってなってね。ダウンロード版が今5000円なんだってね。ポケモンそんな高かったっけみたいなね。今もずっとさ、新品で買ってたからその値段を知らなくてさ、びっくりしちゃった。もうダウンロードで買っちゃおうかと思ったけど、ちょっとまだ、さすがにそれはなと思って。で、新しいの今買ってます。同じやつの。また通販で買いましたが。これも外れだったらどうしたらいいんだろうね。まあ大丈夫だと思う。多分ね。そういうやっぱりデータは見てくれないんだね。しょうがないのか。ネットとかでね、そういう同じ現象が起きてる人たちのやつを見たら、任天堂のなんかサポートのところで直してもらったとかあったけど、ねえ、何にもしてないのにさ、エラーが発生して、それで修理依頼するのはどうなんだろうと思っちゃって。しかも改造品だと、修理依頼しても対応してくれないんだよね。ってことで、まあ、被害者になりましたね。珍しく。X のやつは良かったけどね。やっぱり慎重にならなきゃいけないのかな。それとそうだ。X の実況なんですけども、パート0か1か、今どっちにするか考えてるパート数があるんですけども、それだけ最初に投稿して、そう、それでまだ通販のやつ届いてないんです。届き次第じゃないと撮影できないんですよ。だから多分0話か1話のやつは、ゲーム画面が映らないんで、投稿できるんですけども、その後の第1話か第2話のやつがしばらく投稿できなさそうです。辛いね。ゲーム画面の映らないパート数って何って感じだよね。一体何をするんだって感じですが。まあ、お察しくださいって感じかな。
本当にね、ゲーム画面映らない。数分で終わるね、謎パートになってます。でもそれのね、音声収録もしなきゃいけないね。それさえなければ、あとはもうスラスラできるのかな。よし、今回1位でした。いいね。よし、じゃあ次行きましょう。今回は順調ですな。最近あったことの雑談。あんまり考えてきてなかったな。妖怪三国志の子は、まあ、まだ言えないです。まだ言えないことがあるんで。来週になったら発表します。モンハンだ、モンハンの方話させてください。モンハン実況で、なんか、ずっと、ボスが倒せなくて積んだみたいなのあったんですけども、倒せました。撮影外で。ああ、接戦だ。こっちかな。そう、だからね、倒したところは動画に収めてないっていう形になってます。あれはもう撮影外でやるしかなかったな。あんまり好きなやり方ではないんですけどね。まあ、実際今までにもね、そういう同じことがあったんで、A 列車の実況なんですけどね。よくよく考えたら A 列車も撮影外でいっぱい手つけてたしね。まあ、別にボス戦が倒せるところを映すのは必須ではないと思ってるんで。うん、進捗優先だよね。倒すのところを動画に映すために何パートもかけて、ひたすら負け続けるっていうのはあまりよろしくないことだし、ね。特にこのモンハン実況はパート数がどれだけになるかっていうのが数足つかないから、そこは慎重になりつつ考えてます。だからこれからも、また行き詰まった時とか、撮影以外でいろいろやって、まあ、次パートにはもう新しいところから始まってるっていうこともあります。見てる側からしたらね、追いつかないところがあるかもしれませんが、まあ、そこら辺は進捗優先のため、ご容赦って感じかなーっと、大丈夫だった。下がなくなっててびっくりしたわ。いけ。よし。今回結構いいね。今1位はメタマリ。さっきメタマリなんか最下位が多かったんだけど、今回はなかなか順調。止まろう。巻き込み。よし。性格悪いわ。巻き込み。今のは広いよ。気づけなかったね、今のは。すごい大接戦だわ。でもさっき1位取ったから大丈夫かな。よし。よし。ふぃあとなんだろう。コロナウイルスが流行ってますが、やっぱりまだまだ、マスクとか販売してないね。うちの近所で昨日ね、マスクが偶然売られてて買ったんですけども、テピカジェルみたいなジェルタイプのやつが欲しいんだけど売ってないんだよね。仕方ないからクレベリン買ったんだけどさ、クレベリンってコロナウイルス全く効果ないらしいですね。私すっかり次亜塩素ナトリウムだっけ、なんかあれのやつだと思い込んで買ったらさ、字がついてないの。亜塩素酸ナトリウムみたいな名前で騙されたってなったね。まあ確かに通りで売れ残ってるわけだわと思ったわ。テピカジェル欲しいね。確かにまあテピカジェルってさ、別にインフルとか流行ってなくてもね、あれば便利だよね。通年で置いとこうかな、今度からね。あ、そっか、あと1回あるのか。頑張りましょう、ファイナルです。すっごいどうでもいいですけど、今私が使ってるタッチペンね、これ変えたんですよ。これ、変えたんですよ。どうでもいいわ。あ、ルイージマンション。オッケー。このルイージマンションって DS のやつなんだよね。なんかやったことあるなって気がしたら、DS のやつなんですね。私 DS のやつもね、子供の頃やってたんです。なくしたけど。ああ、そうだそうだ。ここ、やりづらいんだっけ。久しぶりだからね、なんだかんだ言って。よし、こっち。ああ、止まれない。スター。よし。スターならね、どの道を走っても同じ速度で走ることができるんだぜ。2位か。今1位は、ピーチピーチだわ。そう、そのタッチペン今買ったんですけどもね、ゼラワーもう、ゼラウラとピカチュウのね、デザインになってるんですよ。映せるかな？ずっとさから曲がりカーブが多くて映せないな。ゼラウラとピカチュウ。こんな感じ。逆光で見れない。よし。みんなの物語の時に買ったやつかな。
どこ行ったんだろうな。突然タッチペンがね、なくなる時があるからね。なんやろう。これはね、結構でかいからさ、なくしにくいと思う。私の場合はなくすと思うけど。サイズ関係なくなくしちゃうからね。ああ、もうなかなか、うまく曲がれないな。6位。やばいぞ。ドロンコのところで使おうか、これ。よいしょ。よし。ここで逆転を狙うぜ。さっきからみんな転んでるね。大丈夫か？よしよし、3位か。今、チーピーチ2位、メタマリーです。あ、くそ。ミス外した。追い抜かないと。よし、これか。よし。これも一回。よし、2位か。1位はピーチ。あ、ま、あー巻き込まれた、巻き込みリプ。つきそう。あれ、来週の日曜日って何日だ？今日何日だっけ？先週の土曜が15って言ってたから、返品した時の店員さんが言ってた。16が日曜で、今日23か。7日30。あ、そっか。じゃあ大丈夫だ。最近、国取戦は参加率がね、みんな低いんですよ。ってことで、3位でした。ゴールした直後に、雷は珍しいね。ということで、最終順位はどうなるでしょうか？今回はいい感じなんじゃない？最下位はならないんじゃないかな？正直言えば最下位になった後に、次にあるゲーム実況シリーズ早くやりたいんだけどね。だから出て行って、わざと最下位にはなりませんが。早くやりたいな。もっと楽しそうなゲームなんだよ。ということで、今回1位でした。久しぶりだ。1位私32ポイント。2位が、あ、2位が2人だね。ピーチとハナちゃん28ポイント。最下位は DK の8ポイントでした。結構今回は差があったんじゃない？というわけで、本回はここで一旦終わります。ありがとうございました。言いたいことがあるんだよ。やっぱり豆柴可愛いよ。好き好き大好き、やっぱ好き。やっと見つけたお姫様。俺が生まれてきた